皆さんいかがお過ごしでしょうかショットガンダンディ3丁でございます。今回もやってまいりました和訳解説動画やっていきたいと思っております。簡単に説明いたしますと、ヒップホップの曲を丸々1曲、和訳だけにとどまらず、スラングやニュアンス、文化、隠された意味など、様々なことを徹底的に細かく解説していくという,ような動画をなっております。 でこのような動画を毎週月曜日と木曜日と週2回公開しておりますので、えー、今後ともガンガンやっていこうと思っていますもしこの動画気に入ってくださるのであればぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします、はい、で高評価とかもいただけたら最高ですねありがたいです、はい、でこういった、えー、動画、えー、自分が好きな曲でやってほしいのであればリクエストも受け付けておりまして コメント欄にです、ね、アーティスト名と曲名をご記載いただければ、えー、なるべくこのような動画にして和訳していこうと思いますのでぜひとも,リクエストもよろししくお願いします、はい、それでは早速、和訳解説の方を見ていきましょう。うん ということでですね今回の曲は Little Dirk の All My Life フィーチャリング J. Cole ですねはいリル・ダ、えークの All My Life っていう曲で、えー、J. Cole をフィーチャリングしている曲ですねはいで、この曲は2023年の5月、えー、12か13ぐらいの感じの時にリリースされてで、えー、その後5月の26日あたりに、えー、出されたリル・ダークの アルバムの中の中曲です、はいでえーまあ、その中のシングルとして、えー、リリースされた曲ですね。l i t t l Dark はもちろんのことですけども、まあ、J.Call をフィーチャリングしてるということで結構注目を浴びている、えー、曲ですねで。この動画を撮ってるのが、まあ、6月なんですね。なので、まあ、1ヶ月もまだ経ってない結構新曲ですね。新しい曲を、まあ、今回和訳解説していこうと思っています。はい で軽くえリルダークなんですけどもまあ,え若いまあ30歳ぐらいちょうど30歳ぐらいのラッパーでまあえーアメリカの中でも結構トップレベルに危ない地域ねえシカゴという詩の中,の中でも特に危ない地域からえー出てきた人でえまあ 育っていく上で何回か警察沙汰になってまあ捕まったりしてる人ですね。はい、で、えー、その地域なんですけども、あ,のあまりにも危ないので、そのアメリカ全体の、えー、犯罪率と比べたら725%、えー、犯罪が起きてるっていう、725倍ですよ、えー、すごい危ない地域から、えーまあ、出てきたラッパーです。はい、でその地域から、えー、生きて 出られれるる人はあ,あのー、あまりいないいいななっててう風にされてるほど、えー、危ない地域ですだからその地域にずっともうそこでもずっと一生涯過ごすか、まあ、若いうちで亡くなってしまうか、まあ、捕まるかの3択ぐらいしかない中で、まあ、このリールダークは、えー、そこから抜け出して、えー、ラッパーとして成功するわけなんですね。はい J. コールはまあ説明するまでもないんですけども、まあ、38歳のちょっと年を取ってきてるんですが、まあ、昔からえ非常に有名なラッパーです、はい、スキルももちろん申し分なくてで、えー、彼はまあミックステープをずっとやってて若い頃で J.Z. にえで j、g、あのもうヒップホップ界のトップに君臨する j g にミックステープを送りつけたところ、まあ、えーレーベルにサイン こうしたことでまあ一気に知名度が上がってそのまま、えー、ラップの、えー、人気階層を突き進んでいった感じの、えー、人ですね。で今だにあのー、現役のラッパーの中で一番、えー、スキルが高い人なのではないかなっていう論争の中にも入ってくるぐらい。 すすごい人で,す、はいでえー、まあちょっとした裏話ですけど、まあバ,スケットね、バスケットボールもプロ並みに上手っていうことでも有名な人です。まあ、ごめんなさい、ちょっとイントロ長くなったんですけどもそれを踏まえてまあ和訳解説入っていきましょう。ちょっとごめんなさいコーヒーヒます

ハ、ねね、これ J コールから始まっていくわけです、ね。まあ、イントロ的なところです。はい。で、ワイク早速行ってきますね。はい。Dirk Heel told me he has been some, on some positive shit.Yeah, yeah. yeah.、ね、で、これ Dirk Heel っていうのがまあこのリルダークのまあ別名、アダナ的な感じですね。だからまあリルダークは、えー、俺に、he told me Uh, 最近あのポジティブな、えー、思想に変わってるって俺に言ってきてくれたって言ってるんですよね。はい、か最近ちょっとあのポジティブに変わってきたってことを言いたいわけですね。でまあ、もちろんこれ冒頭でも言いましたように、まあ、リール・ダークは非常に危ない地域から出てきて、で若かりし頃からずっとえ、若かりし頃って変な言い方ですけども、若い時から、えー、警察沙汰になったことが多い、で逮捕も何度もされている。そういう危ないところから、 えー、ラップで成功して出てきて、まあ、最近はもうポジティブなこと、ポジティブな動きをしてるって言ってるわけですね。で、ちょっとした裏話なんですけども、あ、あまあ、これは後で言いますね。はい。まあ、ポジティブになったら、リールダークってことなんですよね。はい。で、Lately, I just wanna show up and body some shit.、ね、で、Lately っていうのはまあ最近、I just wanna show up. 俺はただ現れて、and b o d y some shit。まあここは直訳すると、えー、クソを体したいっていうなんかもう、 直訳するとわけわからないんですけども、もちろんこれスラングっていうか、えー、なんですけども、ボディーっていうのがまあ体って意味なんですけども、まあ人を殺すことをバディーっていうんですよね。体っていうんですよ。はい。まあだからただの体にする様から、まあ、バディーっていうようになったんですけども、これもちろんあのー、で、バディ some s h って言ってるのでねな、何かしらのクソを殺したいって言ってるんですよね。直訳していくとだ。どんどんあのニュアンスに近づいていく感じのスタイルで今言ってるんですけども、あの、 もちろん人を殺したいわけじゃないんですね。J. コールここで言ってるのは。ここはバーリー・サムシテっていうのが、まあ、どういったニュアンスかっていうと、まあ、自分のリリックと曲で、えー、殺していくっていう意味なんですね。で、これは非常にポジティブなことなんですよ。ネガティブな発言に聞こえるんですけども、まあ、日本語で言うとやばいとか、ね、本当はやばいっていう言葉ってダメなことなんですけども、でも、上手い人とか上手な人ね、すごいやつに、あいつやべえなっていうように、まあ、これはまあ、 言葉だけ取るとネガティブな発言なんですけども、ニュアンス的には非常にいいことで、あのまあ曲やリリックで殺していく、ねえー。っていうことを言ってますね。だからスキルって言ってるんですよね。自分のスキルで、えーまあ、相手を魅了するってことが言いたいわけですよね、ニュアンス的に。はい。Lately で最近ね。最近まあそれだけがしたいと。なので他のことはもうどうでもいい。俺はただリリック、ラップで、えー、人を魅了していきたいだけだっていうことを言ってるんですよね。はい。 で、これなんでこんなこと言ってるかというと、まあ、冒頭から、まあえー、このリールダークが最近ね、ポジティブなことをやってるって俺に言ってくれたけど、俺は最近この曲とか、えー、で人を魅了していきたいだけと思ってるって、だからお互いの最近の近況みたいなことをいきなり言ってきてくれるんですね、イントロで。いいイントロです。はい。で v e always been a little mathematician lately, c u e Uh, Lately, it's cash I'm getting.、ね、これ直訳すると、俺は小さな、えー、数学者、ね、であった。常に。俺は常に小さな数学者であったと。Lately it's getting I'm cash 最近、俺は、まあ、現金を、えー、いただいてる。現金を、えー、もらってるって言ってるんですけどもうあ、受け取ってるって言ってるんですけども、なんでこんなこと言うかというと、ま,あまあ、まずお金を数える。 ことが多すぎてもう数学者なんじゃないかっていう感じのニュアンスともう一つあってこの J コールって昔どの曲がだったかちょっとごめんなさい忘れちゃったんですけどもえ曲の中で自分をアインスタインって言ったんですよねまあアインスタインっていうのはまあ知らない人のために出していきますけどもえまあ昔の有名な数学者ですよねで非常に頭がいいとされているえ人ですまあこれはもう 全員知ってると思うやつですけども、まあ、も,しもし知らない方がいるのであれば、まあ、そんな感じです。ドイツのね、えー、有名な数学者ですね、えー、相対的理論,理論だったっけとか、なんかいろんな偉業、えー、を成し遂げたアインスタインと自分に自分を例えたわけですね、ジェイコールが、はい。昔、そういう曲、リリック、ラップをやったことがあるので、そういうセルフオマージュですね、自分に対する、まあ、オマージュ。 を入れてくるわけですねこのセルフオマージュっていう手法なんですけどもまあ簡単に説明すると自分をこう参照する自分が昔やったことと同じようなことをやったりそのことに対して、えー、原稿の作品で発言したりすることをセルフオマージュっていうんですけどもこれ映画とかによくある手法なんですよね。はい、でサンプリングっていうのは逆に別の人がやったことを取ってきて自分なりに変えて再びより出すことなんですけども、まあ、よくビートである手法なんですよねサンプリングは。 それは、セルフオマージュは自分がやったことを持ってきて、変えていく感じなんですよね。はい。だからまあこれは軽くセルフオマージュを入れてきてるわけですね。はい。頭の良さをこう出してきてます。なので、えー、直角すると普通なんですけども、いろんな意味がやっぱり入っているわけなんですね。はい。Got me losing count of these bags. I've been moving too fast. で、ね、ここでまた、このさっきのラインのね、リルマフマティシャン、リル数学者。ね。 えー、とリンクさせてるわけなんですけども、GOT ME THESE LOSING COUNT OF these BAGS ここを聴ょきゃすると、まあ、カバンばん、えー、を数える、えー、のを間,間違えさせられてるもう。あまりにもカバンが多すぎて、もう数えきれなくなってるって言ってるわけですね。で、カバンっていうのがスラングなんですけども、まあ、お金のことをカバンっていうんですね。しかも、バッグっていうときは、大体まあ、カバンにいっぱいのお金っていう、えー、感覚なので、 ただのこう1ドル札とか2ドル札とか1万円札がちょっとあるぐらいのお金じゃなくて非常に多いお金がいっぱいあるって言ってるわけなんですよね。だから非常に金持ちだってことを伝えたいわけですよね。で、uh, losing count ね、あの数えきれなくなってるっていうことを、まあ、この h、uh, e m a マ i c i a n ね、数学者と、uh, リンクさせてるわけなんですよね、ちゃんと。はい。で、I've been moving too fast で、俺は早く動きすぎてる。 っていう意味なんですすけど直訳するとえこれ、もうまたダブルミーニングなんですけども、業界の中で早く上がりすぎてる、ね、からこそ稼いでるってことももちろん言いたいですし、スラングっていうか、黒人のコミュニティまあ、ギャングのコミュニティとか、ドラッグねの売人のコミュニティの中で、売るもの、例えばコカインや大麻などね、自分が売りたいドラッグを 売ることをムーブって言うんですよね。はい。さらに、えー、原価より高いお金で売ることをムーブって言うんですよね。I moved cocaine the other day とかって言ったりするんですよね。例えばの話なんですけど。さらに、バッグはお金だけじゃなくて、こう、あの、麻薬が入った、麻薬がいっぱい入ったものをバッグとも言うんですよ。 なので、まあ、そういった言葉遊びもしてる。でも、J コール自体はそんな売人とかそういうあれはしたことないとは思うんですけど、えー、まあ、ラップの文化としては、えー、そういうことがあるので、まあ、そういう言葉遊びも入れてきてると思います。はい。なので、これもちゃんとダブルミニング。で、ごめんなさい、言い忘れてたんですけど、この、マスメマティシー数学者の前にリルって入れてるのは、まあ、リルダークもそうなんですけども、あの、リル、リルつける人多くないですか <laughs> まあこれはあの小さいって意味なんですけども直訳すると。だからそのヒップホップシーンにえー対してもこうリンクさせてるわけですね。自分のことをリルム <laughs> あのリル数学者って言ってるわけですよね。リルマスマティシャンってね。ちょっとした遊び,も遊び心も入れてるわけですね。で、hard times don't last. Remember when cops arrest?hard times don't last っていうのがまあ辛い。 ね、時期は、えー、長く長持ちしない。ね、いつかは抜けきれる。って言ってるんですよね。で、メンバー・ウォ r カブス・レスト、警察官たちが黒人たちを、えーまあ、侮辱したりこうした時覚えてるかって言ってるんですよね。これはもう昔から、ね、1960年代からずっと、ね、あの奴隷差別、奴隷制度がなくなった後も、えーまあ、警察官による黒人に対する。 暴力だったりっていうのがもうところどころで時代時代で何回もあるんですよ。はい、で、まあ、これは非常にアメリカの、えー、文化の中で問題となっていることであって特に黒人コミュニティからはもう常日頃からもう、えー、警察から、えー、黒人ってことだけで、えー、暴力を受けたり侮辱されちゃうってことがもう今まで歴史的にずっとあるんですね。で、それを強く思う黒人さんたちもいるわけなんですよね。で それは別に黒人だからじゃないよっていう黒人もいます。はい。まあこれはもう考えはそれ個人個人あるんですけども、まあ全体的にやっぱりずっと歴史の中でまあ黒人が警察から黒人ってことでだけで殺されてしまうケースが多々あるわけですね。まあそれのことを言ってるわけです。で、それをまあ hard times、まあ辛い時期って言ってたんですよね。はい。黒人として、ね。で、talking out my ass, boy you ain't shit. But bitch with the best で。で、タ o キンアウト・マイ・ s スというのをまあ直訳すると、お尻の穴からしゃべってるっていう直訳なんですけども、これはアメリカの英語の中で、えー、まあアメリカで昔からある言い回しなんですけども、まあ、嘘を吐くこと、嘘をしゃべることを t a l talking out my ass 言うんですね。なので、ここで、Hard times don't last remember when cops harassed? ね、警察官が俺らに暴力を振るってた時覚えてるあんなのは一生続くわけじゃないよって、 だと思いきや嘘嘘さ。そんなの一生続くねんってね。一生続くんだよ。ああいうのってああなくならないよって言ってるわけですよね。あの嘘嘘って言ってるんで？はい。竹中麻衣は俺もう嘘ついてた。ごめんっつって。ボーイ遊園地シンプルベーシックベージおい男の子よね。お前はばそのバッジ持ってないとただのビッチだぜって言ってるわけですね。だかこれはまあ警察官に対してディスってるわけですね。はいで、ここであえて、あのアメリカの文化の中で。 男性に対してボーイ、大人の男に対してボーイって読むのは結構あの侮辱してるんですよ。ね、お前ただの男の子だろみたいな。結構、あの、日本語にすると別にそんなに聞こえは悪くないんですけども、アメリカでは結構それが侮辱になるんですね。おい、ボーイって、ヘイボーイって言ったりすると、なんでよ、誰がボーイだよってなっちゃうんですね。はい。なのでその文化もまあ理解しないといけない。で、だからこれは警察官におい、ボーイって言ってるんですね。侮辱してるんですよ、いきなり。 で、ここでもまたビッチって呼ぶわけですね。で、ビッチは直訳するとメス犬。で、本来なら女性に対して言うことなんですけども、男性に対してビッチを言うときは、まあ、めめしい男とか、まあもちろんのろしる言葉なんですね。はい。なので、最初はまだまだ男の子の方がいいんですよ、でも、ビッチよりは。で、まだ男性なんで。で、さらに、だからボーイで侮辱しておいて、you shit, but シ b プバッ h with a badge、ね。で、ここでさらに、 強化させるなんですねビッチあの,のりをだからお前おい男の子やお前ただの,あのバッチを持っためびしい男だろうってそのバッチがなければ何もできないだろうお前っていうことを言ってますねはいだからまあ警察官に対する、えー、侮辱あ侮辱じゃないディスですねで、まあ、黒人であることに誇りを持ってるタイプの人ですねジェイコールさんはここで伺います All my life! All my life. All my life. ね、まあこれサビですね。はい。まあ、l l My Life ね。これがまあタイトルなんですけども、まあ、俺の人生、今までの人生。 ずっとっていう意味ですね。えー、まあ、えー、はい。自分の人生の中でずっとっていう意味ですね。はい。ごめんなさい。あの、もっといい言葉あるんだろうけど、ちょっと今出てこないです。まあ、わかりますよね。ずっと自分の人生、ね、自分の全てのじ人生の全ての期間ですね。はい。で、デイビン・チャイナ・キッド・ミ・ダウン。やつらは俺を押さえつけようとしてたと。やつら。で、デイ。まあ、い、まあ、デイ。あえてここはもう、えー、あの、 なんだろう特定してないですよねあえて。で、やつら。で、ね。まあ、一般的な人たちってことですよね。まあ、でっていうときは大体、アメリカ人がでっていう時きは大体セーフのことを言ってるんですけども、まあ、そこはあえて政府と言わずにでっていうわけですね。あの、定まらないように。誰かが。はい。Davy trying to やつらを俺を押さえつけようとしてる。ね。all this time。ずっとこの、最初は all my life だけど、all this、今度は all this time。ね。えー こんな長い間ずっとって意味ですね。はい。だからその長い間はもう聞き手にもよるし、まあ歌い手がどんだけの長い間かっていうのを、まあ、分からないんですけども、まあ結構長い期間なんですね。はい。で、おそらく今回ではまあ黒人の本当に歴史ずっとのことを言ってますね。大きく言って。はい。All this time, never thought I would make this out。ね。えー。まあ、never thought I would make it out っていうのが、まあ出てこれることを、えー、出てこれると思わなかったって意味ですね。 で、まあ、冒頭でも言ったように、このリールダックっていうのは非常にアメリカの中でも危ない地域で育ってきたので、で、そこから出れる人がいないって言いましたよね、冒,冒頭で。まあ、そこからだから、俺が出れるって、マジで思わなかったってことを言ってるわけですね。はい。で、couldn't break me、で、couldn't break me って言ってるんですね、で、奴らは俺を壊すことができなかった。奴らは俺を壊すことができなかったって言ってるんですね。で、もちろん奴らっていうのは、まあ、えー、あえて曖昧にしてるんですけども、で、ってアメリカ人が言うときは大体、 えー、セーフです。はい。この時は、まあ、多分セーフのことを言ってるんですよね。はい。で、まあ、これも冒頭で言ったんですけど、リルダークは若い時からずっと警察沙汰になることがあって、えー、け逮捕されることが多かったのであ、それでも俺は壊れなかったってことを言いたいわけですね。はい。で、couldn't take me, they couldn't take me ね。で、奴らは俺を連れて行くことができなかった、ね。連れて行くことができなかった。で、これはまあ、逮捕されちゃったことあるんだけど、あの、結構、 短いスパンで出てこれるんですねあ。出てきてたんですね、リルダークさん。なんかし3、4回ぐらい倒されてたけど、どれもな、なんか3か月とか、えー、ちょっとしたスパンで出てきてるので、あのなんなら逮捕されたけど無罪になったケースもあるんですよ、彼。なので、えーまあ、俺を捕まえることができなかった、連れて行くことができなかったって言ってるわけですね。で、逮捕されたらも,うほもっと長いんですよ、実は。あな長いんですよ、あのケーキが。 なんかその長い景気を食らったことがないことを言いたいわけですね。はいで、All my life, they've been trying to keep me now. で、ま,まあ、ここは俺の人生の全て、あやつらは俺を、えー、あ,あの押さえつけようとしてきたって言ってますね。まあの、のこれでサービの終わりです。はいすみません。ね。 I decided I had to finish, but the media called me a menace.、ねえー、俺はもう終わらないといけないことを決めた。終わらない、終わることを決めたと。で、何をってもちろんあの今までやってきた悪いこと、えー、悪い道を終わらせようって決めたんだって言ってるんですね。はい。But the media called me a menace. でも、それでもメディアは俺をまあ悪人だとえ言うんだっていうことを言ってるんですね。もう俺は自分でもう昔の自分と 決別したのけど、メディアはまだ俺のことを、まあ、サグだったりね、えー、まあ、悪人ってことを、えー、のれある国のレッテルを貼ってくるって言ってるんですね。はい、I don't sat with the mayor and politicians, I'm trying to change the image. ね。えー、これまあ直訳すると、まあ、あの市長、ね、そのシカゴ市長、ね、とか県庁、あの県はい、えー、まあ、政治家ですよね、ともあった。 で、すねで、俺はイメージを変えていきたいんだ、自分のイメージをって言ってるんですね。で、これ実際に、えー、リル・ダークっていうのが、シカゴの市長さんとね、会ってるんですよ。えー、実は。実際に。えー、これ見せた方がはあの早いです。えー、こうやってほら。 これがあの女性なんですけどシカゴの市長なんですよね、この人、ねえー。で、実際に会って対談してるんですよ、こう政治的な、本当に。で、どんな話してたかっていうと、この,あの子供たち、ね、この人が育った地域、危ない地域の子供たちにどうやって教育を届けるかとか、その子供たちのためにどうやって動きをしていいのかっていうのを対談したんですよ。 これ市長が実際にそこで育ってまあ成功したリル・ダークさんねと実際に話し合っていくっていうえことをやってきました。だから非常に素晴らしいことなんですよね。彼もだから今まで犯罪行為とかも多々やってきてどちらかというと危ない人間だったのが構正してねこうやって市長、シカゴの市長と会うっていうのはまあ非常に素晴らしいことですね。だからこそ、えー この子供たちがいるわけなんですよ、この、えー、ミュージックビデオに。そういうこともやっぱり示唆してるわけなんですね。俺はもうこれから自分の育ってきた、えー、地域を良くしていくような動きをするんだってことを示したいわけですよ、このリール・ダークさん。非常に泣ける話ですね、いい話です。でもっと言えば、これ、裏話なんですけど、このリール・ダークさんっていうのは、まあ、この子供たちのための、まあえー、募金の、えー、組織みたいなのもあの立ち上げてます。 はい、チャリティー、ねえー、の、えーまあ、冷営入り団体みたいなのも、えー、設立して、まあ、そこで常に、えー、チャリティーを募,募って、まあ、その地域に還元していこうという動きを見せていますね。ね、はい、そのことを言っているわけなんですよ。これ。I d o n t sat with the mayor and politicians.、ね、俺はもう市長、ね、メイヤーと、えーまあ、政治家たちとは座って話し合ったんだと。ね、で trying to change my、俺はイメージを変えていきたいんだ ねっ。You can't blame my past no more, I come from the trenches.Some said I'd never be a superstar, but I know I'm different.You、ね、can't blame me, blame my past no more, I come from the trenches. ねっ。俺の過去を,、えーにえー、を出してくることができないと、ね。俺の過去のせいにしたらダメだと。もうこ,これ以降はもう俺の過去のせいに何もするなって言ってます、ね。だから俺の過去はもう忘れろ。ねっ。 で、I come from the trenches. 俺は trenches から来てるんだって言ってるんですね。で、これ trenches っていうのが何かっていうと、まあえー、まさにそういう危ない地域とか危ない場所のことを trenches っていうスラングなんですけども、実際は、えー、こういう戦場のこういう,こう,いうところを trench って言うんですよ、ね。これが言葉の意味なんですけども、えー、直訳すると。まあ、危ない場所なんですよね。前線。 っていう意味なんですよね、えーまあ、武装戦線みたいな感じの,あのクローズとかもあるんですけど、まあ、一番前線で戦う人たちのその場所をチェンチっていうんですよね。はい。なのでまあス,スラング的にはまあ危ないところから来たんだ。ね。非常に環境が悪いところから俺は来てるってことが言いたいわけですよね。まあ、実際に彼はそういうところから来てます。はい。で、えー、ごめんなさい、これマウスがね、もうズームしちゃうんですよ、勝手に。はい。Some said I never been a superstar, but I know I'm different. ね。えー 俺がスーパースターにならないっていう人が多いけど、ブライド・ワイ・ム・デフェン、俺はもう変わってるって知ってると。俺は他のやつらと違うことをしてるって,って言ってるわけですね。だからまあ、えー、こういうラッパーとか、夢を追いかける、ね、どんなジャンルでも夢を追いかける人に対して、あいつ絶対無理だよっていう人がやっぱり多く出てくるわけなんですよね。はい、それが輝いてれば輝いてるほど、えー、多いんですよ。 まあその様を言ってるわけですね。で,でも、俺は信じるとで。自分自身を信じてるから、俺はもう他のやつらと違うことを分かっているってことを言いたいですよ、ねまあ自,自分の自信と絶対夢を叶えるんだっていう意思、表示が伺いますね。Voice, <laughs> 面白い。はい。ここ面白いラインですね。The voice.I'm the voice, but the system ain't giving me a chance.、ね、これ直訳すると俺が声だ っっててことを言ってるんですね、まあ、何の声かというと、まあ、日本語で見るように国民の声。ね、俺が国民に代わって、えー、訴える声となるみたいな感じのニュアンスなんですけども。はい、で,でもシステムは俺に選択肢を与えてくれなかったって直訳するんですけども、まあ、システムっていうのはもちろんあの政府政治,政治のシステムのことを言ってるわけですね。 だから、俺が国民の声になっても、このシステム、政治がちゃんと、えー、俺に選択肢を与えてくれなかったって言ってるわけですね。で、これ何が言いたいかっていうと、深掘りすると、もうちょっと、まあ、彼の地域のことなんですよね。はい。どんなに訴えても、その地域は変わらないんですよね。で、こういうところがアメリカにはいっぱいあるんですよ、やっぱり。 ニューヨークにはプロジェクトがあったり、ね、クイーンズだったりブルックリンでいろんなところに。でえー、自分もフィラデルフィアっていう、えー、結構汚い街の近くで大学過ごしてたんですけど、2年間。えー、本当に近くに、本当にそこも1、2位を争うキャムデンっていう、えー、地域があったんですけど、非常に下等で危ないところがあっ,たあって、えー、ごめんなさい、これちょっとしたサイド話なんですけども、もワーワーっていうコンビニがあるんですよ、そこに。あわあの結構東海岸に多い ここでいうローソンみたいなところなんですけどそこに車を止めて中で買い物して、ね、出てくると自分のタイヤ4本全部持ってかれちゃうぐらい危ない地域なんですよねあの盗むための道具も全部持ってるんですよあいつらでずっとこのコンビニの裏で隠れてでいい車が止まっちゃうとこうバーって買い物中にあ,あいつ入ったぞっつって出てきてバババって4人ぐらいこうすぐあの。 F1 のピットステーションじゃないですけど、あのぐらいの速さでバババって持ってって、もう気づいたらいなくなってるぐらい、えー、のところなんですよ。そういうケースがまじ日常産地的にあるような場所の近くでそうなったことあるんですけど、あごめんなさい。えー、まあ、アメリカにはそういう地域がいっぱいあるんですよね。はい。だからそれを言ってるわけですよね。もっと深掘りしていくと。さらに、面白いあのことがあるんですけど、この LINE は。この離陸。The Voice っていう、まあ、日本でも知ってるんじゃないかな。 日本でもやってたっけ俺はあんま見たことないですけど、テレビ番組があるんですよ、これ。あの、アメリカンアイドルじゃないですけど、まあ、あのー、世界各国でやってる、このザ・ボイスっていうオーディション番組があるんですね。で、まあ、これは歌手をね、選んでいく、えー、番組なんですけども、アメリカンアイドルと違って、アメリカンエイドルはもう見た目とかも考慮しちゃうんですよ。あ、この人きれいだし、歌もうまいから売り出していこう。なんですけども、ザ・ボイスは、 この番組はもう本当に純粋に声だけで選ぶんですね。歌唱力だけで。だからこうやって見た目とか気にしないんですよ。はい。あの、見た目を気にしないで、あ、これごめんなさい、これししあの審査員の方ですね。まあ、えー、そう、見た目を気にしないんですね。はい。なので本当に純粋に歌唱力だけで選んでくる。だからそのことに対しても自分は言ってるんじゃないかなと思います。これはあの、自分の勝手な推測ですけど、まあ、わざわざここの、ザーの頭文字を、えー、大きくしてるので、 あの、まあ、ダボイスもこんな感じなんですよね。頭文字大きくなってるんで、あ、あのー、多分この番組に,についても、まあ示唆してるっていうか、まあリンクさせて言葉遊びしてるんですね。で、チョイスね、選択。 っていう言葉も、えー、それを伺えあの裏付けるんですけども、まあ、やっぱりここオーディション番組なんでこう選ばれないといけないんですよねどんどん,選,んで選ばれて勝ち進んでいく、えー、スタイルなので賞レースなので、まあ、そのことに対して言ってるんですよねはいでシステムまあそのシステムが、えー、俺に選択を俺を選んでくれなかったって言いたいわけですねだからそういうオーディション番組に出る気はないけど俺は歌唱力とリリックだけで勝負するけど そういうメインストリームのこういうね茶番みたいなのは俺を選んでくれないで。で、出る選択はないとも言いたいわけなんですよね。で非常にダブルミーニングが入ってます。はい。で、Know some people that's t i l l unemployed. ね、えー、俺はまだ仕事ないやつだって知ってる。ね、仕事がないやつだって知ってるぞってこと言ってるんですね。だから、えーまあ、このザボイスでシステム、ね、システムが俺らに選択を与えてくれないとリンクしてるわけですね。はい。こう 俺は成功したけど、友達にまだまだ仕事がないやつもいっぱいいるぞってことなんですよね。だからそういうところどうすんのって。で、これはあのアメリカ全体で、まあ、これも問題になってるんですけども、まあ、失業率ですよね。失業率が高いことでも、えー、高くなってきてることでもちょっと問題視されている、えー、ことなので、それに対しても言ってるわけですよね。だから、なんでこういうことを言ってるかっていうのと、そもそも言うと、まあ、この「Sat with the m a r and politicians」なんですよね。で、I'm trying to change my image。このラインと全部リンクしてるわけですね。今までの。 まあ政治的なことをいあ,あのー、歌ってるわけなんですよ。はい。<laughs> で、c h i n a change my image。で、俺だから、今までは政治的なことを歌わなかったけど、今俺、イメージ変えて、まあ政治的なこともちゃんと考えて歌っていきたいってことを言いたいわけなんですよ。だから面白いです、本当に。意外とこう、リンクさせてるんですよね、いろいろ。はい。で、I know a felon who trying to get it void. ね、これはあのー、 調べないと分からないことだと思うんですけど、普通の人だったら。まあフェン、フェルンっていうのが何かっていうと、えー、まあ、えー、容疑者っていうか、まあ、容疑者じゃなくても、も、えー、被告人っていうんですかね、まあ、犯罪者ですね、もう完全に犯罪って確定した人の中でも重罪がフェルンなんですよね。なので、長い間、えー、刑務所に入ることになる人です。はいえー、で軽、まあ、犯罪 っていうのがまあミスターメーターって言うんですよね。アメリカではこう、罪の重さも結構変わるんですね。はい。で、ちゃんとした単語もあるんですよ。軽犯罪と重犯罪の、えー、単語とか。で、それによって、こう、やっぱり刑期とかが決まってくるわけですよね。まあ、州によっても違うんですけども。はい。まあ、だから、フェルンは重罪なんですよね。I know a felon って言ってるんで、まあ、重罪を犯した人を知ってると。ね。Who try to get FOYD?FOYD、えーまあ、を取得しようとしてる。 えー、重犯罪者を知ってるって言ってるんですけども、このフォイドっていうのは何かっていうとあの、アメリカって州によってちょっと法律が違うんですけども、あのシカゴ、これイリノイ州っていうところにあるんですね、このシカゴっていうのが、その州では、拳銃を購入するためにあの免許みたいなのが必要ですね、その免許をフォイドっていうんですよ、はい。で、例えばの話なんですけども、テキサスは別に買えるんですよ。 こういうフォイドがなくても普通に銃売られてる店に入って帰るんですねさらに、えー、他の州では銃を買えるけど持ち歩くためにあーのー免許証が必要だったりするんですねはいもちろん審査とかされちゃうんですけどもテキサスはテキサスは銃買えるし持ち歩くのも別に犯罪じゃないんですよ <laughs> テキサスとフロリダは。 その2州だけですね。他の州はえこのフォイドはないけどで、銃を買うための免許はいらないけど、買ったらお家にちゃんとあの金庫の中みたいなのにちゃんと保管してよ、持ち歩いたら捕まえちゃうよっていう州が多いです。はい、で、イリノイ州はそもそも,もう買うときにあの免許が必要な州なんですね。はい、だからもう彼の 地域をレプレゼンしてるもいるんですよ。これしかイリノイ州に特化した法律でもあるし、まあえー、政治的なことも言ってるわけですよね。はい、だからいろんなことをこうやっぱり盛り込んできています。はい、面白いです。あれ、どこだっけこっちか。チャ、ねねまあえールズ・スポット、より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  えー、唯一の、えー、サポートだって言ってるんですよね。まあこれはもう自分の地域、えー、でよくあることでもあるし、まあ相変わらず政治的なこと言ってるんですね。このチャイルドサポート、まあ養育費もまあアメリカの中で非常に、えー、問題なんですね。あの、養育費を払わないともう本当に捕まっちゃうんですよ。アメリカっていうのは。それぐらい大事な、えー、問題で。で、さらに、えー、アメリカは離婚率が高いので、えー、 まあ、払わずに捕まる人も多いんですね。特に黒人コミュニティの中によくあることなんですけども。はい、そもそもだから、このア n e m p イ o お金が、あの、仕事がないのに、えー、ね、子供を作ってしまって、まあ、離婚してしまって養育を、養育費を払わないといけない状況っていう黒人さんが非常に多いんです。ちなみに、このリルダークさんは、えー、7人子供います。<laughs> はい、で、For a visit, I'm going through c o l l e e、ね、で、For a visit っていうのが、まあ、えー、 方面、まあ、えー、面会ですよね。I'm going through college. 俺は、まあ、えー、裁判、ね、裁判を、えー、行き来してるって言ってるんですけども、まあ、これは、まあ、えー、刑務所に入ったことある経緯を示してるわけですね。はい、面会を受けたり、面会に行ったり、まあ、裁判にさあの関わったりっていうことを言ってるわけです、ね。まだこれ、自分が捕まってた過去に対しても言ってるし、相変わらず、まあ、政治的、彼の中では政治的なことに触れてます。まだ、はい、面白いです。 はい。これはもう直訳すると、俺はもう、えー、留置所に行ったんだと。まあ、ジェイルっていうのがね、ここ勘違いし,してる人多いんですけども、ジェイルは刑務所ではないです。刑務所と留置所っていうのは違うんです。留置所は裁判までに、裁判まで拘束する場所です。なので、まだ犯罪者かどうかは分からない、確定してないところで、こう、あの、勾留しておくのが、まあ、留置所と拘置所なんですね。はい。で、 刑務所はもう犯罪が確定した人、もう犯罪者ですね、あなたはっていう人が行くところなんですね。であ英語ではプ s ゼンなんですよ、それが。ジェイルは留置所です。なので、まだ犯罪かどうかが決まってない、ね、裁判を待っている間に拘束されるところなんですね。これ勘違いしている人が多いです、アメリカ人でも。はい、なので、まあ、この人が、えー 行ったことあるとのでわかると思うんですけど、まあ、これは留置所って意味ですね、はい。だから俺は留置所に何回も行ってる。って、ね、<laughs> で、これをまあ鎖に、えー、繋げてたって言ってるんですよね。はい。And you know that I'm famous as fuck. で、お前、で、uh, you know って言ってるので、あなたたちは俺が超有名ってことはわかってるでしょって言ってるんですよね。はい。で、see how you go and joke about stimulus? で、でほら、お前、stimulus に対して なんかいろんな冗談飛ばしてるだろ、冗談飛ばしてるよなみたいなこと言うんですけど、これ、スティミラスというのは何かっていうと、まあ、ドナルド・トランプ大統領が、えー、まだ大統領の時にコロナが始まったんですけども、まあ、日本でいう給付金ですよね、はい、アメリカでもまあ3回ぐらいあったんですよ、この給付金が。でみんな受け取って で、その給付金に対して文句言ったり、えー、バカにしたりして、えー、笑い飛ばしたりしてる人もいてるんですよね。これどうやって返すんだよみたいな、あんだけお金配ってっていう論争が生まれたんですね。そのことに対して言ってるわけです。なので相変わらずまだ政治のことについて言ってるんですね。はい。で、But they really had come in the clutch、ね。でもあの、本当に非常事態の時に来たよなって言ってるんですよね。だこいつはこのスティミュラス、スティミュラス、まあ給付金で助かった人たち。 を多く知ってるっててることが言いたいたわけですよねだからそれぐらい自分の地域は本当に貧しいし危ないでそういうお金が入ってきたので、まあ、助かった人たちも何人も見てるって言ってるわけですねはいでクラッチクラッチっていうのがまあ,あの重要な場面なんですよね本当に非常事態みたいな意味ですはい Myself, health, あ,あいいね,ね。で、I know some kids wanna hurt themselves、ねえー。直訳すると、まあえー、自分を傷つけようとする子供を俺は知ってる。子供たちを知ってるって言ってるんですけども、まあ、自殺願望、えー、があ,ある人が多くなってきてるんですよ、今アメリカで。これも政治的な問題になってます。若い子たちが自殺する人が増えてきてるんですよ、劇的に。 はい。まあこれは日本でもまあ昔から問題なんですけど、アメリカではもう今最近、本当に急上昇してるって、政治的な問題になってるんで、相変わらず政治的な、えー、言葉を発してますね。はい。で、stop trying to take drugs, I refer to myself。ね。で、えー、もう薬物、ね、やろうとするなと。ね。で、I refer to myself。俺は自信、自分自身を参照するよと。だこれ彼も昔はドラッグやってたんですけども、まあやめた。 1> 1人なんでで説得力があるわけですね俺もドラッグやってたけどもやめてた方がいいぞって言ってるわけなんですよ。で、今ドラッグやってる人もやめとけ、ね。で、これももちろん政治的な問題です。あの、最近本当に若いラッパーにも多い。まあ、政治的な問題もあるし、これ業界、ヒップホップ業界全体的にも言えるんですけども、もう本当に若いラッパーのほとんどが、まあ、コーディーン・リーンとかいうあの飲み物の、えー、薬物をやってる人が非常に多かったり。まあ えー、マーリーって言って MDMA、まあ、エクスタシーだったりとかそういう、まあ、やっぱドラッグにまみれてるんですね業界が。で業界だけじゃなくもちろんアメリカ全体もやっぱりドラッグの問題があってこれもまあ政治的なことを言ってるわけですね。はい。でチャイナベッダーマイセフ。ね。チャ t ナベッダーマイヘルフ。で俺は自分をより良くしようとしてるんだと。ね。で俺の健康をより良くしようとしてるんだって言ってるんですね。はい。だからもう本当に、えー、バーストをまとめるとまあリールダークはもう昔は 悪さばかしてたけど、もうやっと構成して変わっていこうとしてることを、まあ、政治的にもえ自分なりの政治的な感じのあれで言ってるんですね。まあ、自分が、えー、市長と会ったことを、えー、いあの出して。はい、all my life.All my l i f e t h e y b e trying to keep me down.All this time.All this time. All this time. ね、またサビですね。で、これ、All My Life のところ、子供に歌わしてるところがまたいいですね。えー、子供に歌わして、このカッコのところ、まあ、えー、アドリブというか、あのこれ、アドリブって言うんですけど、実は。まああの 受け答えレスポンスに自分たちが回ってる普通は逆なんですよねあのラッパーが、えー、コール、ね、歌うでレスポンスが、まあ、子供たちとかその周りにいる、まあ、客なんですけどもこれ逆にしてるんですよ、えー、面白いですこういう細かいところも、えーまあ、解説するのは楽しいですね、えーまあ、気づいてるかと思うんですけども、まあ、子供たちに歌わしてるのはそういう感じですねなんかそういう意味があるんですあの、まあ、子供たちを主役にしてる感じですよねだこれからの未来 で,すねえー、で、まあ、バス目1ババス目でも伺えるように、まあ、政治的なこととかアメリカを良くしようとしたり自分の人生も良くしようとしたりする、えー、意図が見えるので、まあ、これからの未来なんですよね。でさっきも言ったように、えー、リルダークっていうのは、まあ、子どもたちのためのチャリティーを立ち上げたり、えー、自分の地域に貢献しようとしているので、まあ、これからの未来を担う子どもたちに歌わせたわけなんですね、多分サビ。 で、自分たちはまあレスポンス側に回る感じですね。非常に面白い、いい,い,いあの、ポジティブ、非常にポジティブな曲ですね。はい。ねで、j c o l e のバスが始まります、はいで。First Generation Ghetto Nigger, これはまあ直訳すると、えー、第一世代のゲト、まあの、えー、N ワード、ニガですね。で、このニガーっていう、あの、 言葉、ねえ賛否があるんですけども、黒人、まずごめんなさい、自分は半分黒人なので、それだけは言っとくんですけども、言う権利があります。はい、すみません。実際に自分のおじいちゃんが、もうフルの黒人で、あ、ひいおじいちゃんぐらいかな、が、実際に奴隷だったので、自分は言っていいです。はい、もう言っときますけども。はいただ、これはね、黒人じゃない人たちがあまり言わない方がいい言葉ですね。自分は全く気にしないんですけども、あの本当に気に、実はそんなに黒人さんたちも気にしてないんですよ。 一握り、本当にもう黒人、俺は黒人だっていうことに非常に誇りを持ってる人たちはえ、の前でこの言葉を使っちゃうと危ないことになりますあの。非常に感情的になって殴られちゃいます。下手したら殺されちゃいます。ぐらいの言葉なんで気をつけてください。ただ、えー、これはもう毎回、自分の和訳解説する曲の中で毎回出てくるんですけど、 いろんな使い方がされてるんですね。えー、なんだら、現状、アメリカでは黒人じゃなくても、お互いにニガニガ言ったり、呼び合ったりするんですよね。白人同士でニガーって呼び合ったり、アジア系のアメリカ人もニガーって呼び合ったりするぐらいもう使われてしまっている言葉なんですね。で、いろんな意味があります。で、この時は、まあ、ゲロニガーなんで、まあ、ゲトウから来た人みたいなニュアンスですね。第一世代の。で、まあ、ゲトウっていうのが何かっていうと、まあまあ、これはもう言わずもがなですけども、まあ、えー あの貧困地域ですよね、簡単に言えば。で、下塔、えー。これはもう実は、まあ、ちゃんとした意味とかがあったりするんですけども、えーまあ、ニュアンス的にはもうみんな今こういう貧しいとか危ない地域のことを、まあ、下等って言ってるんですね。はい、でこれは、まあ、J コールが俺はもうその下等第一世代の、まあ、下トから来たやつだってことですね。で、はい、Call World、Hello n i g g s ね、で最初のニガーは自分に対して自分のことをニガーって言ってたんですけども、えー、このヘロニガーズはまはあ、それ以外の人たちみんなにヘロニガーズって言ってるんですよねでこれは黒人だけじゃなく、まあ、どんな人種でもこの曲を聴いてる人たちに対してニガーって言ってるわけですねヘロニガーズってちょっとした言葉遊びでもあるし、えー、このニガーっていう言葉をで遊んでるわけですねああの皮肉ってるわけなんですよ本当は黒人たちの間でしか使っちゃいけない言葉なのにさっき言ったようにアメリカでは どんな人種でもニガ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 言っちゃってその現状に対しての遊びなんですよね皮肉なんですよはいなのでこの時のニガーは黒人に対するニガーじゃなくてもう人種全員にニガーって言ってるわけですねどうせお前ら呼び合ってんだろうぐらいの感覚で、はい、でこのコール l w o r っていうのが聞こえてきにはコールドワールドなんですね冷たい世界まあ日本語でも意味はわかりますよねこう冷たい世界ね心が冷め切った世界ってことを言ったい ってことも言いたいけど、この人の実はファーストアルバムがコールワールドっていうタイトルのアルバムなんです。なので、ここでもセルフオマージュしちゃってるわけなんですよね。いいことだと思うんですけど。はい。だから、自分を紹介してるわけなんですよ。まず、えー、バースの出会い、始めは。俺は、ゲト第大世代のゲトから来たやつで、えー、コールワールドって曲出したぜってことを言ってるわけですよね。この少ない単語で。だから、ハローィーが紹介しましたよ、みたいな感じなんですよね。はい。面白いです。 で,で、これは、まあ、あのマイクリレーのルールとして、まあえー、サビか前のラッパーが、えー、歌ってることと同じような言葉とかフレーズを使うのが、まあ、暗黙のルールなんですよね、マイクリレー。はい、で、これは、まあ、リル・ダックも確か言ってたんですよね。あ,ーあの えっと、どこだっけごめんなさい、見つかんねえ。えー、I never thought I made it out みたいなこと言ってますよね。俺、ここから出れるって知らなかったよってことを言ってたんですけども、まあ、この、ここで J.Call も、まあ、Made it out of the city with my head on s t r t 俺は頭をまっすぐ、頭がまっすぐの状態で、えー、そのシティ、ね、市、地域から出,れ出てこれた。 で,す、ね、でヘロン・ストイツっていうのがまあ、えー、もちろんニュアンス的には全く直脚とは違っててまあちゃんとした精神状態で出てきたっていう意味もあるしダブルミーニングなんですけどもまあ打たれるんですよね打た,れな打たれずに出てこれたってことも言いたいわけですね、はい、だ頭がちゃんとしっかりしてるっていうのは、まあ、精神的な問題でもあるし、まあえー、具体的あ具現化、まあ、体身体的にも、えー 頭がまっすぐ出てこれたって言ってるので、ね、まあ、撃たれたこともない。まあまあ、出てこれたって言ってるんですね。はい。で、それを裏付けるかのような次のラインですけども、まあ一回聞くか。<music> はいはい。で、ニギス keep shooting up the let out、ね。で、まあこれ、直訳すると、まあ、ニガースっていうのが、えー、まあ、本当に誰でも、ね人、人たちっていう感じで使って、この今回のニガーは人たちっていう意味ですね。はい。 keep shooting up the l ィンアップです、ねえー、打,ち打ちまくってレッド、まあ、弾、鉛を打ちまくってるって言ってるんですね。はい、でレッドっていうかは鉛なんで、まあ、弾ばっかり撃ってるっていう直訳ですね。だから打ちまくってるって。で、キープなんで打ち続けてるって言ってるんですね。だからいまだに、これもまアメリカの問題なんですけども、昔からま銃で撃ち合うことが多すぎるって言ってるんですよねで。若い世代でも今問題になってるんですけども、まあね、いろんなラッパーが死んでってるように、えー まあ、死んでってるる現現状ががあんんでですすけども現在も在、まあ、それが本当に問題なんですよねでこういうことを言ってるのはまああの自分のさっきのラインとね結びつけてるんですよね俺は頭をまっすぐの状態で出てこれたって言ってるんですけども、えー、まあお互いがお互いを殺し合うで、ね、打ち合うような地域 から出てこれたこことも示唆ししてるしこれはまたマイクリレーなんですけども、まあ、一番すめでリル・ダークが、えー、政治について語るようなラインばっかり続けてたのにも、えーまあ、リンクさせてるわけですね。このアメリカの銃社会の問題に対してちょっと触れてるわけですよね。で、は、い。で、ヤン g j ー r d a n Peel g o t っていうのがあるんですけども、まあ、ジョーダン・ピールっていう人は知らない人い,い,る,いるかないっぱい、えー。コメディアンなんですけどもともとは。 映画監督も最近やってて、非常に人気の、えー、人なんですよ。ね。この人、黒人に見えるんですけど、実は、えー、黒人と白人のハーフなんですね。ちょっと黒人さん側のあれが強かったのかもしれないですけども、見た目的には。でも、えー、黒人と白人のハーフとして知られてて、いわゆる黒人の、えー、コミュニティ、黒人のそういう下等的なところで育ってないんですよ。どちらかというと裕福な黒人の方なんですね。半分白人だし。 差別してるつもりはないんですけどもあのそ,そういうのは悪意はないことをあの理解の上で聞いてほしいんですけど彼の喋り方がいわゆる黒人の喋り方じゃないんですよ。なんせーとかっていうあの白人寄りなんですよね聞こえあの声だけ聞くと結構白人なのかなって思っちゃうような発音なんですね。 はい、でそこからも、まあ、裕福なところ、裕福な大学とかから出てきてるんだなっていうのがうかがえるんですね。なので、まあ、黒人では珍しいケースなんですよね。まあ、黒人じゃないんですけどもハーフ、半分白人なんですけどね。で、もとはこのキーピールっていう、えー、コメディセントラルっていう大きなアメリカの、えー、お笑い番組があるんですけども、まあ、そのメインの2人として、えー、ショーをずっとやってたんですよね、テレビショー。で、この人も黒人と白人のハーフなんですよね。これ、相方みたいなやつなんですけども。 この2人がまあコメディアンで有名になっていって、最近、ジョーダン・ピールがえーまあ映画監督にまでなっちゃってるんですね。ホラー系の映画をよく作るんですけども、もうすでに3、4本ぐらい作ってるんじゃないかな。で、これが確か1本目なんですよ。彼の映画の監督もして、監督、制作、えー、原作を書いたのも彼です。なのでえ、自分の映画なんですよね、本当にジョーダン・ピールの。ゲットアウトっていう映画を作ったんですで、これ、ごめんなさい、軽く説明すると、まあ,あ、これも黒人。 とかの、まあ、差別的な問題に触れた映画で、まあ、この人がまあ彼女白人の彼女の家族のところに行って、えー、そこでまあいろんなことが起きるっていう危ないこと、コーラー映画なんですよね。はい、です、はい。面白い映画でしたね。で、このことに対してこれは言ってます。Young Jordan Peele gotta get out。出る必要があるって言ってるんですよね。だからまあどこからっていうとまあだから危ない下塔とかシティですよね。から出てこいって言ってるわけですね。 このーピであのでゲットアウトってま,あまさにそのこの白人の彼女結婚ねフィアンセの家族のところに行くけど出てこないといもう逃げないといけなくなるんですよね簡単に言えばそれぐらい危ないことが起きちゃうんですけども、はい、だからゲットアウトってタイトルなんですね。 はい、だからこれそのことについて言ってもいるし、さっき言ったようにジョーダン・ピールっていうのは半分白人で、非常にあの裕福なところで生まれてたので、実際にもうすでにジョーダン・ピール自身が、ね、監督自身がそういう下等なところからもう出た状態で育ってるので、ジョーダン・ピールみたいな生活しようぜとも言ってるわけなんですよね。だからこのの簡単なで、あー 簡単なフレーズなんですけど、非常にいろんな意味が入ってるんですね。で、ヤングをつけてるっていうのは、まあ、誰に対して言ってるかっていうと、まあ、冗談ピールぐらい頭の良くて、えー、タレントがある子供たちを、ね、そのゲートにいる子供たちに出てこいって言ってるわけですね。早くそこから出ろって、死ぬ前にってことなんですね。このシューリングアップなのでね、打ちまくってる場所から出ろ、早く死んじゃうぞとも言ってるわけなんですよね。 非常にいろんな意味があの盛り込まれています。さすが J コールって感じですね。Code, like、o, out, ね面白い。あ、すごい。ね。But shit that I spit out.、ねえー、俺が吐き出すもの。ねって言ってるんですけども、もちろん、まあ、自分のライブのリリックのこと言ってるんですよね。ラップのこと言ってるんです。はい、Is a cheat code.、ね、俺がラップするのはもうチートコードだって言ってるんですけどまあ、チーターって意味ですよね。今、えー、まあ チー,ターチーター級に、えー、すごいっていことが言ったわけですよね、自分のラップが。はい。Like I'm facing Rico. 俺がリコに直面してるかのようにって言ってるんですね、直訳すると。And, and,、uh, and how a nigger put a hit out、ねえー。で、えーまあ、この時はニガー g e r はまあ人、ねえー。人がヒットを、えー、するようにって言ってるんですね、直訳すると。 はい、もちろんこれ、ニュアンスは全く違うんですけども、まずこのリーコーのところを言いますけど、Like I'm facing リーコーね、俺はチートコードだ、リーコーに直面してるようにって言ってるんですけども、これリーコーっていうのが、まあ、さっきね、これもリールダークとリンクさせてるんですけど、マイクリレーが素晴らしいんですけど、これ、フォイドみたいな感じで、えー、法律的なものな,ものなんですよ。で、何かっていうとあの、組織的に操作することができることなんですね、簡単に言えば、あの操作する側が。 警察側が一人の犯罪としてじゃなくて、組織的な犯罪として受け止めて捜査することを許すことをんですよね、これ、リコっていうのは。これは、マフィアに対する法令です、基本的に。昔は、例えばマフィアのメンバーが人を殺してしまっても、その殺した人しか捕まえきれなかったんですよ。そのボスは、俺だって殺してないじゃんって言えるわけなんですよね。 なので捕まえることがどうしてもできなかったけど、この利口法っていうのを政府が設立したことによって、下っ端が誰かを殺しても、そのボスも捕ま,えきる捕まえきれるようになったんですよ。ボスだけでなく、その組織全体を、で、関わってる人たち全体を操作して捕ま,う捕まえることができるようになった法律なんですね。これは日本でも同じようなことがあって、まあ、最近、ヤクザさんたちがちょっと。 え困ってるというか動きづらくなってるのもこの法案みたいなこれも日本でも最近できた法案ですよねこれ似たようなやつはい下っ端のえた鉄砲玉が誰か殺してきてしまったらまあえそれのボスまでも捕まえてしまうっていう法律ですね法案でこれはまあさっき言ったようにリルダークのえー1バース目のあのねえ銃の免許と結びついてるし Uh, and how ここでこのリコの言葉を遊びしてくるんですけども、uh, put a hit out っていうのは、ニュアンス的には、まあ、殺し、uh, 殺し暗殺者を雇ってあの殺してこいっていうのを put a hit out っていうんですよね。はい。なのでまさにこのリコに結びつけてるわけですよね。それをしちゃうと、uh, 捕まっちゃうわけなんでね、ボスも。はい。で、さらにもう一つの意味として、ヒットはまあ、 曲のヒットですよね。曲がヒットする。バカ売れすることをヒットって言ってるので、えー、and how a put, nigga put a hit out ね。で、これ二がは自分のことに対して言ってるわけですよね。j J. c a l e だから、えー、まあ、俺が that shit that I s p i out 俺が吐くね、離陸は、えー、チートコードみたいだと。で、ね、リコのように。ね、ここまでだと、えー、何言ってんのなんでリコここで出してんのなんか意味わかんなくないって言ってるけど、 このヒップレヘラによって全部がつながるわけなんですよ。はい。なんでリコかって言ったか気になるでしょうって言ってるわけですよね、このライムの中で。なんでかって俺ヒットをいっぱい出すからさって言ってるわけですよね。だから自分のライムで、えー ヒットをいっぱい飛ばす様を簡単に言えば言いたいんですけども、もちろんダブルミーニングがあって、え冒頭のね、イントロの中で j c コ l ルが自身で言ってたこの、えー、Lately I just wanna show up in body some shit、ね。俺は殺したいんだっていうことを言ってるんですけども、それはもちろん実際に誰かを殺したいわけじゃなくて自分のリリックで殺したいわけですね。はい。だここと結び、そことも結びつけてるわけですよ。j c コ l ル非常に頭いいです。はい。だからプレヘラアウト。ね。これ、実、プレヘラアウトっていうのがだから表向きのニュアンスとしては、 殺し屋を雇って殺させることなんですけども、えー、もう一つのさっきも言ったように意味が、まあ、ヒットヒット曲を出す生むことを言うとも言うんですねなので自分のリリックで俺はヒット曲も出すし、えーまあ、曲的にね曲的に殺すって言ってるんですね、まあ、いい意味でまあ魅了するって意味ですよね冒頭で言ったようにはい非常に言葉巧みあー J イコール頭いい <music> <laughs> すごい。And another one, and another one.、ね、で、次から次へとって言ってるんですねだからヒットアウトなんですよ。だからヒット曲を出していく。次から次へって言ってるんですよね。はい。で、これはまださこのヒット、プテヘッドアウトに繋げてるわけですよね。ねだから次から次へって殺していくっていう意味としても捉えられます。はい。で、I got like a hundred of them。で、俺は100個ぐらい持ってると。ヒットを。 でで実際に J コールっていうのはもう今までえ長い間結構活動してきてて、まあ、アルバムを出すたびにヒットになってきてる感じなんですよねシングル出してもだからまあ実際に本当に100個ぐらいのヒットあるんじゃないかなってぐらいですね、まあ、これは大げさに言ってる感じなんですけどもで、えー、わざわざ h u n r って言ってるのは、えー、またこれ自分しか多分あの解説できないことなんで、えー、自分のチャンネル来てくださってありがとうございますこ,こういうことですはいあの わざ,わざ100っていう数字を選んでるのはまたいくつか理由があって、100ドル札を連想させてるのもあるし、Keep it a hundred っていうフレーズがあるんですよね。正直で色っていう意味なんですよ。Keep it a hundred。100%正直な状態を示してるわけなんですね、スラグ的に。だから今まで言ってることも、このバースの中で言ってることももちろんそうだけど、今まで言ってることも、 出してきた曲の中で言ってきたことは全部リアルだからなってことも示唆してるわけなんですよ。はい。この簡単な I got like a h 1 0 0個ぐらいのヒット持ってるけどなっていうふうに捉えてもいいし、それ,すそれにすら裏ので意味をもたらしてるわけなんですよね。面白いです。だから自分が今まで出してきたヒットは Keep it a h なんですよ。もう全部リアルなんですよ。正直で言ってきたんだ。自分自身の本当に。 えー、奥底にあるものを入ってきたんだってことを言ってるわけですね。素晴らしいです。はい。They're about to lap niggas, so they think they're ahead of me, but I'm really in front of them.They're、えー、about to lap niggas っていうのが、まあ、ラップっていうのが、あのー、あれです、周回ですね、えー。これはもう説明しないといけないですね。えー、見せた方が変なこれこれ。このね、よくある運動場とかにあるやつなんですけど、ね、ほら、ラップって書いてるんですね。で、これを一周することをラップっていうんですよね、基本的に。 はい、でここでは to lap、まあ、この g ガーズは、えーまあ、人たちなんですよね、簡単に言って。だから、いろんなやつにラップを与えてしまいそうだって言ってるんですね、to なんで今から、えー。これ何かというと、まあ、周回遅れにしてしまうって言ってるんですね。えー、もう、最下位、ね、リレーとかやってる時に最下位に走ってる人を、先頭の人がこうもう一周追い抜いちゃう現象のことを言ってるわけです。はい ね、これラップニガスっていうのはもうまさにその現象です、まあ。周回遅れですね。So they think y ahead of me, but I'm really in front of them. だから俺は今からその周回遅れにさせるからやつらは俺より先にいると勘違いするけど、ね、but I'm really in front of them。実際は俺は俺の方が先にいるってことですね、まあ。周回遅れなんですよ、まさに。はい。で、これ何が言いたいかっていうと、あの、まあ、 勘違いしてる人が多いってことが言いたいですね。ラップシーンの中で。ね、俺が上手すぎるがゆえに。あの、さっき、ね、説明したように、この I got like a hundred of them っていう簡単な言葉、ここの裏の意味を理解できない人がやっぱり多いと思うんですね。このさっきの Keep it a hundred の意味ね。ただ単に、あ、ね、こいつはいっぱい、ねえー、ヒット曲を出すんだな、で100個ぐらいあるんだな、で終わる人が多いんですね。その先を読む人があまりいない。 ですよラッパーたちに、はい、普通の一般人ならいいんですよラップをしてるのにそういうラップの仕方をしない人が多いわけなんですねはいでしてるつもりでもねここまで気づかないだろうお前らって言葉が言いたいわけなんですよここでねだから俺の前にいると勘違いする俺よりもスキルがあると勘違いしてる人たちがいるけど実は俺は周回遅れさせててもうあんたがね思いつくようなラップライム っていうのも、もう一周して、もう過ぎてるんだよってことですね。これ日本語でも言うんですね。一周して面白いとか。そういうフレーズとえ似たようなニュアンスなんですけどもお。で、俺より上手いと勘違いしてるけど、俺はもう一周遅れさせるぐらい、お前より先に進んでるんだぜってこと言ってるんですね。スキル的に。はい。面白いです。はい。 ね、ファンブル、ンデバーグスね。えー、これ直訳すると、ファンブルっていうのが、まあ、落とすっていう意味なんですよね。こう、落としたり、こけたりすることを、ファンブルっていうんですよね。で、デイバーグスは、まあ、冒頭で言ったように、バッグは、まあ、お金のスナグですね。しかも大、大量の。だから、その、彼らの中での、彼らの中で、まあ、バッグを落としてしまったり、こけたりする人がいるって言ってるわけですね。 はい、だから自分の先にいると思ったき勘違いしている人たちが、まあ、お金をなくすって言ってるわけですね。で、この時はただ単にお金じゃなくて、やっぱりお金は大事なものなんで、えーまあ、あの変な、ねで、あまりにもスキルが足りないがためにこけてしまうっていうことが言いたいわけですね、ニューアンス的に。はい、で、fucking up little crumbs that they had、ね。で、これはまあ、えー、crumbs はパンクズなんで、えー、まあ、 彼らが持ってた小さなパンくずたちを、えー、まあ、負けな、まあ、台無しにしてしまうって言ってるんですよね。で、なんでパンくずかって言ってると、ブレッド、パンっていうのが、まあ、お金のスラングでもあるわけですね。はい。で、ブレッドは、大量のお金なんですよ。なので、それに対して、まあ、パンくずなんですよね。だから、ちょっとした金を、すらも、まあ、あの、台無しにしてしまうぐらいスキルが足りないって言ってるわけなんですよね。 ブレットを稼げるまでに至ってないのに、えー、それになるまでにちょっとした、ね、パンくずを見ただけで調子に乗っちゃって、それすらも台無しにしてる様なんですよね。もっと深く言えば。はい、それが伺えるんですね。<music> ああ面白い。で、なんでそういうことをするかっていうことを説明してくれてるんですよね。ここで先生になってくれてるわけです、j c o r まあ、remember to humble yourself. で謙虚でいる居続けることを忘れるなって言ってるんですね。だからなんでこんなこと言ってるかっていうと今までだからこのバッグと、えー、パンクズを大事な指示してなくしてしまう人たちは謙虚じゃなかったからなくしてるんだってことを示唆してるわけですね。はい、This shit could be gone in an instant これはもう一瞬にして消えることがあるんだぞって言ってるんですね。この成功とか This shit could be gone in an instant この成功とか稼ぎっていうのは一瞬にしてなくなる可能性だってあるんだぞ っっててことを、まあ、言ってるわけです、ね、すこれを今まで言ってこの2つのラインで言ったわけですよ。この一瞬にして亡くなってきた人たちをいっぱい見たってことも言いたいわけですね。このラインで。つなげてる上に、さらにこ今まで喋ってたことを、えー、増幅させてるスタイルですね。このライ,ライムスキーム。このライムの、えー、手法は。はい。で、さらにこれ自分でも J コール自身のキャリアも常にいつでも亡くなる可能性があることを自分でも理解してるから、俺は。 謙虚で言い続けてるぜとも言いたいわけなんですよ。はい。面白いです。先生にながらになりながらも、自分のメンタリティをあの教えてくれる感じ。もう j イコール頭いいです。うん。ね、ミーアミラーリングレッスンです。で、俺俺かっていうと、俺は、えー、長距離走長距離走をやってるんだとね えー、なので、長い目で見てるんですよね、自分のキャリアを。でちゃんと、だから、えー、早いお金って言うんですけども、まあ、一発屋のことを言ってるわけですね。一発屋ではなく、俺は長い目で見てる。ちゃんとしたキャリアを歩んでいくって言ってるんですけども、まあ、このラップともつながってるわけですね。はい。でこのラップはだいたいまあ、短い距離を走るところですよね。でも、長距離走ってなると、ここから出ていくじゃないですか、この球場から。で1周ぐらいして、まあ、出てって、このままどっか走っていくんですよね、マラソンは。ね。 なので、このラップともつなが、つなげてるわけなんですよ。はい。ね。Me, I'm running long distance. ね。俺はもう長い、えー、長距離を走ってるんだと。All pistons firing. ね。で、ピストンがずっと火、ピストンに火がついてる。で、ピストンっていうのが、まあ、えー、エンジンがね、えー、ピストンで動くんですよ。エンジンっていうのは。えー、ね。これ、エンジン。 でこの車のエンジンって実はこういう仕組みになってて、まあ、ここにガソリンと、えー、空気が入ってここに火花をパッて散らして爆発させてこのこれをピストンっていうんですけどこの,こ,この動きをさせるわけなんですねはいでこれを、えーまあ、6個とか8個とか多ければ多いほどパワーが上がるんですけどこの動きで、まあ、タイヤを回して 前進すすするるんででけけども、まあ、そのことを言ってるわけですね、はい、でさらに言葉遊びとして冒頭でも言ったんですけどもあの J. コールってですねあのバスケットが非常にうまいんですよ。でデトロイト・ピストンズっていう、えー、チームがあるんですね。はい、NBA チーム。だからそのデストロイト・ピストンズに対してもちょっと触れてる気がします。あやっぱりかか彼はバスケットが好きなので、えー、まあバスケットの用語も。 ここでポンって入れてくるわけです。だからちゃんと言葉遊びで申、えー、し,してきてく,くれますね。はい。で、i e be stuck between maybe retiring and feeling like I'm just not hitting my prime. で、俺は、で、I've been stuck between 俺は、えー、まあ、リタイア、引退するか、えー、just not hitting my prime。自分の全盛期にまだ達してないかで迷ってるって言ってるんですね。はい。もうやめようかなとも思うけど、でもまだ、 こう全盛期にたどり着いてない気もするんだよな、だから続けるんだよな、どうしようかな、続けようかな、引退しようかなってことで迷ってるってことを言ってるわけですね。はい。面白いです。で、えー、まあピストンズとプライムもちょっとリンクさせてるわけですね。ピスあので、自分のバスケの,じあのキャリアについてもちょっと触れてる気がします。これあの 実は2020年あたりだったから、J コール本当にプロ並みにバスケがうまいってことで、NBA にトライアウト、NBA のオーディションみたいなのにも受けるんじゃないかって噂されるぐらいだったんですね。で、実際になんか練習してたんですよ、J コール。はい。で、そっちはもう引退したんでしょうね。もう今、NBA にいないので。ただ、ラップはもうまだえプライムじゃない。俺はまだこれから成長していく気がするって言ってるわけですね。だから、非常にいろんな意味が入ってます、実はこれ。はい。ね、面白いです。 Way before they even getting they shine I never even heard a little buddy To somebody murder a little buddy Now I'm on the phone searching little buddy name got a play Ah,すごい面白いこと言ってたですね The these days seen rapper dying these Way before they even getting they shine さっきも触れたんですけども These days seen rapper be dying Way before they even Getting they shine 輝くずっと以前に、えー、ラッパーたちがいっぱい死んでってるなって言ってるんですよね。はい。で、これはまあ政治的な問題でもあるし、まあ業界的な問題でもあるし、まあ彼の思いもあるんですよね。だから3つの思いがある、ミーニングがあるんですね。はい。I never even heard of little buddy till somebody murdered little buddy. ね。俺はリルバディって人を知らなかったと。聞いたこともないんだと。誰かがリルバディを殺すまではなって言ってるんですね。はい。 で、なお、アンドの、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 なっの、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 っの、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 で, Now on the, on the phone. Name. で今となってはまあ 検索してで、やつのトゥーンズ曲を、えー、一日中自分の部屋で聴いてしまってると、今となっては。はい。で、Thinking 考えながら、ね、Damn, this shit is wicked to get their name buzzing, some niggas just gotta go lay in a tomb. ね、えー、どんなことに対してどんなことを考えながら曲を聴いてるかっていうと、Damn, this shit is wicked. これ、ふざけてるなと。ね、やつらは売れるために知らないといけなくなったんだな っていうことを言ってるんですね。この現状、ね。バズ、バズる、バズン。もうこれはだもうまさに日本語のスナグと一緒ですね、えー。バズることをバズンっていうんですよね、はい。売れることですね。えー、でトゥームは、まあ、ひつぎ、ひつぎですねあの、えーあのー。亡くなった後に入るやつまあ、墓ですね。墓。お墓。これトゥーム、ね。お墓。だからお墓に、えーねえー、で寝る、寝ないと、 バズることがないないいんておかしいなってて言ってるわけですねはいまさにこういう現象が今起きてるわけですよ若いラッパーがいっぱい死んでってる中、えー、そっからや死んでからやっぱバズるケースっていうのが非常に多くて、まあ、それに対して悲しんでるわけなんですよねはい。

If you ain't never posted a rapper when he was alive You can't post him after he got hit、ねえー、で俺はもうルールを制定すると、ね、あるルールをあの作り上げる If you ain't posted a rapper when he was alive ラッパーが生きてる間に、ね、投稿とかしてなかった場合 You can't post about him after he g e t hit やつがヒットされた後に、えー、投稿するんじゃねえよ っていうルールを制定あの作っちゃ、作る、ルールを作ってやるって言ってるんですね。で、わざとこれヒットって言ってるんですけども、あまあ、ヒットってさっき言ったように、まあ、ここもさっきの自分のバーストリンクさせてるんですけど、まあ、殺すことなんですよね。はい。だから、表向きの意味としては、ラッパーが死んでから投稿するなよっていうことなんですよね。死ぬ前、全く知らなかったくせに、死んでから、 えー、投稿するなって言ってて言言るわけですね簡単に言えばな,なんでこんなこと言ってるかというとこれ実は社会現象でもあるんですけどもラッパーだけにかかわらず有名人が死ぬとそれを投稿することによって自分がバズろうとする人たちがいるんですよいっぱい今の時代例えば、えーまあ、ラッパーが死にましたとでそれで有名になりました それを、だからラッパーが死んだ瞬間に自分はそのラッパー全く知らないのに、えー、知ってるふりをして、うわー、俺この人大好きだったのにツイートを願うみたいなお悔やみ申し上げますみたいなツイートをする人のことを言ってるわけですね。全くこのラッパーのことをお前今まで知らなかったのに死んだ瞬間バズるからって言って、お前もそのバズに乗るなよと、売名行為するなよってことを言ってるわけですね。だそれが、えーあーあの、そういう社会現象があるんです。なので、ここでわざと、 やつが死んだ後デッドっていう単語を使わなくヒットを使ったのに、えー、味噌、鍵があるんですけど、まあ、さっき言ったように、さっきの、まあ、プレヘ i ト o ウ t のね、えー、リリックにも結びつけてるんですけども、このリコーらへんのね、ね、えー、どこだっけ、ここ、ここらへんのね、にリンクさせるのもあるけど、えー、まあ、ヒットっていうのが、まあ、曲のヒットですよね、もう指し、お察しの通り。なので、殺されてから売れる。 様もこのヒットっていう単語一つで、えー、リンクさせてるわけなんですよ。でさっき自分が説明したその殺されたことに対してバズることに乗っかろうとする人だからやつが今から売れるからって死んだ後に投稿するんじゃねえよっていうところにも結びついてくるんですね。だから非常にただ普通のこと言ってるように聞こえてこのヒットっていう単語を入れたことによって一気に意味がブワッて広がったんですよね。J コールすごいっす。はい It's simple, it's the principle on any temple. I'm invincible, don't even.、ねえー、it's simple, it's the principle on any t e m p、ね、o It's simple, it's the principle.、ね、簡単だと、明白だと、それが原則なんだと。でそういう簡単なルールだからみんな従おうぜって言って,るで言ってるわけですね。で、ごめんなさい、もう一つすごいことを言うんですけども、このやり方、えー。みんな死んだ後に投稿するなって言ってるんですけど、実際この人ね、 やっちゃってるわけですよ、同じこと。ま、投稿はしてないけど、あの、I, never, I, I never even heard of Little b u d d y ね。To somebody murdered Little b u d d y もう実際に自分も認めちゃってるわけですよね。リルバディっていう人を死ぬまで分からなかったと。で、で、now、I、m o my phone searching Little Body. 今となってはもうね、検索してると、リルバディを。で、これ何を言ってるかっていうと、証明しちゃってるわけなんですよ。この現象 <laughs> 面白い。先に自分がやったことを言って、 自分聞き手にその状態を連想させてるわけですよ。誰もがやったことある行為なんですよね。え、この人死んだんだ、どんな曲があったんだろうって検索する感じ。これを J イコール自身もやってるけど、お前らもやったことあるだよな。ね、あるでしょあるでしょやめようぜ、それをって言ってるわけなんですよ。<laughs> だから証明しちゃってるわけなんですよね。こう、証拠出しちゃってるんですよ、先に。こう。で、えー、リルバディってやつを俺は。 死ぬまで知らなかったけど、今となっては検索して聴いてるような曲、うん、そういうことあるような。で、そう思いながらも、なんだよこいつ、知らな,ないとバズられないって、なんかダメだなって、悲しい問題だなって思うよなって聞き手に言ってるわけですね。はい。で、そこで、I got a new rule、もうルールを決めるってことで一気にバンって判定させて、えー、もうそ,それやめようぜと。ねえー、で、聴くのはいいけど、ヒットさせるのはいいけど、もうそれを使って、 えー、売名行為するのはやめようぜってことを言ってるわけですねはいでそういう現象があることをまず証拠として出して聞き手側もやったことあるだろうって認知させてね、やったことで誰もがやることだのは理解したけどそれに乗っかってえその死んだ人の名前を使って自分を売れようとするなよって言ってるんですよねでも皮肉にもこのリルバディの名前を J コレも言ってるわけなんですよ だ、自分も人間であることもこう認めてるし、自分もそういうことしちゃうことも認めちゃってるわけなんですよね。だから、このルールっていうのは聞き手ももちろんだし、そういうことをやる人たちに対してももちろんだけど、自分自身に対してもそういうことを言ってるわけがあのわけなんですね。非常に素晴らしい。あ、待ってよ。 最後までいっちゃうか。はい。で、えー、On any tempo, I'm invincible ね。どんなテンポに乗っても俺は無敵なんだって言ってるんですね。まあ、ラップ。ここで自分のラップの凄さをに切り替えるわけなんですね。はい。えー、Don't even rap, I just v e n t you ね。俺はもうラップすらもしないと。ね、I just v e n t you お前をベントしかしないって、えー、いう意味なんですけど、まあ、ベントっていうのが、あの、感情をむき出しにさせることを I、I just v e n t you っていうんですよね。はい。自分の感情を相手に。 き出しにさせることを I vent you って言うんですよねだから J コールが自分の感情を、えー、と思い思想を伝えたって言いたいんですよね。はいだからラップ、えー、せずとも俺の感情を伝わってるだろうってことなんですよね。はいで I'd rather that than an i n t e r v i e w ねインタビューよりもそっちの方が俺には向いてるって言ってるんですよね。はいで most days, だ大体の日はね Fuck em all like I'm going through a whole phase.、ねえー まあやつらクソくらいって fuck him っていうのがまあ、直訳すると性行為をすることを fuck っていうんですけどもまあ、ニュアンス的にはもうクソくらいだって fuck you なんですよね。はい。で、やつら全員クソくらいだとね。like I'm going through a whole phase。えー、whole phase に入ってるかのようにって言ってるんですけども、この whole phase っていうのが何かっていうと、まあ、高校生とか若かりし頃にえあるフェーズ時期なんですけども、まあ、 アメリカでも、これも一応社会問題なんですね。若い時に起こるのが多いので。ほ、ま、う、あ、っていうのが、娼婦の略なんですね。この法っていう単語は娼婦っていう意味なんですね。で、フェーズっていうのが、フェーズ、時期なんですよね。なので、娼婦な時期って感じですね。直訳すると。まあ、それで連想できると思うんですけども、まあ、10代の時に、女性でも男性でも、付き合わずとして、いろんな人とこう性行為をする時期があるんですね。人によって。はい。 でそれをアメリカではフォーフェイズっていうんですね。ああ、あいつフォーフェイズ入ったな、みたいな。やりすぎだろう、みたいな人もいるんですね。だから、えー、だからファックマーをこのフォーフェイズと、えー、結びつけてるわけですね。で、ファクマーは誰をファクマーしてるのかっていうと、まあ、えーあのまあ、ダメなやつやつです、ね、ワックな MC とか、まあいあの、こういう バズろうとする人ですね。人の死をいいことにバズろうとする人とかのことに対してディ、まあ、スってるわけなんですね。はい。で、ヤング n g nigger shoot out the whip like road rage。ね、これはまあ、Young まあ若いやつらが shoot out the whip。Whip っていうのが車ですね。車から打ち、車の中から打ちまくる。ね。Like a road rage。まあ、ロードレイジっていうのがまあ日本でも。 社会的なあの問題になってるんですけども、これはもうたまたまですが、これもまあ政治とかにつながっちゃうんですけども、日本では。まあ、り運転とかでも、ああいうのをロードレイジって言うんですよね。車ので、道で車でこう危ない行為をすることをロードレイジって言うんですよね。はい。なので、まあ、車から撃つこととロードレイジっていうことを結びつけてるし、ホールフェイズとロードレイジを意味踏んでるし、こういう言葉遊びをしてくるわけですね。はい。えー。 で、えーまあ、こういうヤングニガーなんで、まあ、若いやつらが今あの、ミュージックビデオにも多いんですけども、若い人がこうミュージックビデオの中で銃をこう見せつけたりしてるのも多いんですけども、実際に若い人たちの中で撃ち合って殺し合ってる現状もあるわけですね、アメリカで。だそのことについて言ってるわけですね。だからヤングニガーたちが、まあ、若いやつらがお互いを殺し合ってる。ロードレイジのようにって言ってるわけですね。はい。 で I pray all my dogs stay so paid ねまあ俺の犬たちが、えー、あのお金を稼ぎ続けることを祈るって言ってるんですよねはいまあ、犬たちっていうのがまあ dogs っていうのがスラングでまあ親友たちね仲間のことを dog って言うんですよねだから俺の仲間たちは全員そのまま稼ぎ続けることを祈るよとはいで and the only thing that I that kill them Is old age. で、さらに、やつらを殺す唯一のものが、まあ、寿命であることを願うって言ってるんですね。だから、こうやって、ヤングリがガーで、若いやつらが打ち合ってる中、で、危ない地域が多い中、俺の仲間は稼ぎ続けて、えー、寿命で死んでってほしいなって言ってるわけですね。はい。面白いですね。で、えー、オールドエイジって言ってるんですね。あの、いい、いい、言い回しが面白いんですね。オールドエイジ。まあ、 古い年って感じですね、直訳すると。でももちろんまあ老人、えー、寿命っていう風に受け止めれるんですけど、なんでこんなこと言っているかっていうと、ここでヤングニ g って言ってるんですよね。だからこのヤングとオールドをリンクさせてるわけなんですね。はい、でオールドエイジとーペイジソーペイジ,ジとロー g e h イジ、ホールフェイズで因も踏んでるわけなんですね。だからわざとあえてオールドエイジにしてるわけなんですね。 はい、なのでインが踏みたいだけじゃなくてこのインを踏みたいがためにここでヤング・ニガーを使ってるわけなんですよねちゃんと考えてるんですよはいこういうところでちゃんとあちゃんとこの人リリック考えてるなってことをやっぱこういう細かいところでも伺えるんですねはい面白いですはい「trying to keep me down」oh. All this time, I thought I would make it out. never thought I'd make it out. They break me. They break me. No, no. They couldn't take me, they couldn't take me. No. All my life, all my life, trying to keep me down. They be tryna keep me down. この,このシーンもね、ちょっと鳥肌立つわ、鳥肌立ちました。はい、ありがとうございます。はい、素晴らしいですね。はい、えーまあ、こんな感じです。まあ、サビは最後で、ね、えー、まあ、途中でサビで、ね、あの和訳した通りです。はい。で、まあ、まとめますと、やっぱあの非常に素晴らしい曲ですね。あの、まあ、実際に、ね、リルダーク、えー、危ない地域で育ち、えー、危ないものをいっぱい目にしてきたと思うし、で、まあ、 何回か捕まってるし、警察にもで。そういった危ない人生を歩んでた中、えー、どうにか抜け出して、そこからで。頑張って抜け出して、まあ、ラッパーとして売れて、で、でえー、変わっていくのが一つと、まあ、そのことも、まあ、ラップの中に入ってるし、そういうメッセージだ。で、ミュージックビデオも、まあ、若い子たちをメインにして、えー、何なら子供たちにバース、フックを歌わせてるのは、まあ リル・ダークはまあ今までやってた悪い自分の人生歩んでた悪い人生から一転してポジティブな考え方に変わってえまあ自分が育ってきた危ない地域に貢献していきたいっていう気持ちをえまあ表してますね非常に素晴らしいえ素晴らしい曲ですで自分なりのこの政治に対するね今アメリカに多数ある問題 えー、を自分なりの解釈で、えー、ラップにまとめてきてる感じですね。で自分なりには、えー、そういう問題に向き合っていきたいっていう意思と意図も見え隠れしますね。えー、リルダークは非常に素晴らしい、えー、いいですね。で、こういうメッセージ、こういうね、ポジティブなメッセージを歌う人が、このやっぱヒップホップシーンの中で、えー、最近少ないんですよね。やっぱどんだけ危ないかとか、どんだけ女の人とね、えー、 にモテるかとかとどんだけ金があるか、どんだけドラッグやってるかとか、そういう曲がやっぱりヒップホップ業界の中でまみれてる中で、こういうね、そういうことにも触れたことのある人が構成して、いいメッセージを世に放っていくっていう単純なえ話、そういうことなんですけども、非常にやっぱ素晴らしいですよね、こういうのっていうのは,は。非常にいい曲です。いいと思います。こういう曲をどんどんやっていってほしいですね。これが元々実際ヒップホッププホの 始まりなんですよ実際、えーまあ、アフリカンバンバーガーだったりはギャングスターたちとかで盛り上げられたヒップホップなんですけども、まあ、その意図としては殺し合うんじゃなくて音楽で、えー、競い合おうぜっていうもとで平和的にね競い合ってそれで楽しんでいこうぜって俺らの苦労を音楽や楽しみで乗り,て乗り越えていこうぜっていうのがもともとヒップホップのスタートなんでまさにヒップホップですこれがリルダークさんの動きが。 で悪いところで生まれ育ったのは仕方ない。悪いところも見てきた。その中で一生懸命生きていくのも仕方ない。そのために犯罪をしたうし、そういう流れに乗っていくしかないわけなんですね。そういう地域だから。でもそこからどうにかして自分の中で頑張って頑張って抜け出そうとして、抜け出した後に、ただそのまま抜け出すんじゃなくて、ちゃんと自分の地域に貢献していく。彼の場合はチャリティーとかしていってるわけですね。はい。非常に素晴らしい。これこそがヒップホップなんですね。 なので素晴らしい。だからこそ多分 J コールもこのリルダー d a にフィーチャリングされていこうと思ったんじゃないですかね。はい。非常に素晴らしい曲でした。はい。ってことで、今回もちょっと長くなってしまったんですけども、この辺で終了させていただきたいんですけども、最後に宣伝ごめんなさいさせていただきます。えー、毎週でこういった動画をえー月曜日と木曜日の週2回公開しておりますので、もしこの動画も気に入ってくださるんで,であれば、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ね、今後もどんどんどん,どん、えー 更新していきますので、今後ともよろししくお願いいたしますで、えー、和訳解説してほしい曲があるのであれば、ですねコメント欄の方にですね、まあ、アーティスト名と曲名を記載いただければ、なるべくこういった動画に残させていただけますので、ぜひともリクエストもよろしくお願いいたします、はいで。今回も本当に非常に長い動画になってしまったんですけども、最後までご視聴、心より感謝しております。本当にありがとうございます。はい、次回の動画でもぜひお会いいたしましょう。 それでは皆さん。良い人生を。